はい、それではね、また、ガルパン4号の、制作を進めていきたいと思います。前々回の、回でですね、1番終わったヒャッハーとか思ったんですけど、よく説明書を見たらこれも1番に含まれるようですので、まずこちらを、今日は行いたいと思います。でまず最初にですね、こちらの、このつくところですね、これを行いたいと思います。でここの、G に関して言えば、すべてこれもD ランナーという形になりますので、これを切り出して、作っていきたいと思います。まず最初にですね、D の34、D の28、D の28、D の31、26と。片側のね、パーツの切り出しが終わりましたので、これも同じようにゲート処理を行っていきたいと思います。なんだか知らないですけど、すごい分割ですね。正直ここまでやる必要があるのかと言いたくなりますけれども、やってくれちゃってるんで仕方ありませんね。D の29も必要ですね。はい、ようやく、これでゲート処理が終わりましたので、説明書に従って、組み立てていきたいと思います。まず最初にこちらに対してこの D の28ですね、中へはまるという形になりますので、こういうところはもう流し込み接着剤ですね。そしたら、はい、そしたら
ようやく一つ組み上がりました。なんでこんなに分割しちゃったんですかと、問い詰めたくなるぐらいめんどくさいですねこれ。それじゃあなんとか、頑張ってもう片方やりたいと思います。はい、もう片方もようやくねこれで組み上がりましたのでね、ちょっとわからないんですけどこの D の31ですね、こちらは、まあ、ここが六角状の形になってますので、まあ、角度を選んで多分取り付けるのかなと思うんですけれども、ちょっとね今現在どういう状態にすればいいのかが説明書に書いてないので、最終的に足回り組むときに確認したいと思いますのでね、とりあえず今は、接着はせずにこれ刺してあるだけですのでね、ご注意ください。はい、そしたら、次はですね、次、こちら、D の51、まずこちらを切り出して成形したいと思います。はい、そうしましたら、これを取り付けるのですが、ここですね。取り付けができました。そうしましたらですね、今こちらの作業は完了しましたので、残りですね、この D の6、D の5、D の21、37、42、43、20、D3、D41 と、ちょっと数がありますけれども、まずこの、まあ、D5、D6 とだんだんちょっとね、順を追って上から、取り付けていきたいと思います。パーツが手から落ちた時のドキッとする感じは本当に嫌ですね。はい、まず D の5と6が取り付けができましたので、続けて、いきたいと思います。上につくのは D の42、43、20、21ですね。まずじゃあこの42、43をつけたいと思います。よいしょ。はい、じゃあ次に行きましょう。20と21ですね。20と21、20と21。ここまで取り付けができました。残りはですね、D の37、D の3、D の41という形になるようですので、まずは D の37。
ちらです。良さげですね。はめましたね。これ裏からちょっとね、流し込みを流したいと思います。そうしましたら次に D の3、こちらですね。なんでこんなにいっぱいパーツがあるんでしょう。ここまでですが、やっとできました。じゃあこれは、一度しまっておきたいと思います。板を外して、はい、お疲れ様でした。